聞いてなくないか。そうっすね、言ってないですからね。こんばんは、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 こんばんは。あれ、21時から YG ゲーミングでやってますよね。氷河珍しい。ゲリラです。待って、今日黄色の服着てたからインスタライブしてくれたの投げないだろ。21時から YG ゲーミングやるんで、やるよっていう告知のためにインスタライブをしております。20時からじゃないっけ。20時から僕たちのリハーサルと打ち合わせがありますね。今日って会員限定。今日あの最初が無料のところでみんなで見れて、あれゲーム言ってるよね、もうパーティーアニマルズっていうゲームやって、で会員でみんなで、あの会員の皆さんと一緒にフォールガイズをやりますとね。よかり楽しみや、本当にね、わかる、楽しみ。今リハしますよ、ちゃんちゃん。大事なとこかもなって。リハしますよ、今ね。あら、じゅうちゃんもいるのね。なんでわかったのかな。なんでわかった。いや、わからん。多分予測で喋ってんじゃない、多分。グッズ、いつ届くん。え、いや、本当にこんなん言う、お前言うなよって思うけど。え、分かってると思う俺が。今聞きました、20日だそうです。だからまあギリギリ持ってこれるかな、みんなね。うん、声聞こえた。うん、でしょうね、そりゃそうですね。うん、20日に届くの偽善ツアー。すっごいオフの声。あ、よかった。一緒にやってんだけど俺、グッズ、グッズ担当だもんね。いやでもグッズ発送担当じゃない。案を出してるだけ、デザインと確認をしてるだけで、それをじゃあいつまでに自然はいつまでに届くかをやってるわけじゃないでしょ。なんか、いや結構 手で全部発送一人一人してるんで。手発送。書いてんの、伝票とか。コンビニで段ボール、もうお願いしますって手やってんの。え、多分効率悪いぞ、多分。一人でやるの。絶対仲間でやってもらった方がいいもんね、だって。今、代表戦やってるんで、ごめんなさい、俺は。見てます。どことどこの？日本とチュニジア。チュニジア、うん、おお。ちょっと、サッカー強いですか？日本と互角。さすがに日本のじゃん、今。でも、前回でも 3-0 で負けたらしい。僕が停止されましたね。連覇悪いかな？手発想助かる。そうね、まあ、その十太郎が本当にもう神ペラになっちゃうと思いますけど、一瞬映ってよ、だって。まあまあそれはまあね、今日 YG にしとこうかな。今日 YG にしも本当に代表戦が見たいらしいです。電波悪いかも。いや分かるよ、だって俺電波 Wi-Fi は立ってるけど電波2本しか取ってないもん。だってしょうがないよ、それはもう受け入れるしかないね。でも俺今日髪型決めてきたから見に来てください。もう聞こえたんちゃう、もう多分、うん、テレパシーの推しカメ、おいちゃん可愛すぎたんだが。おいちゃんって言われてんの、ね、いや誰なんですか、おいちゃんっていうのは。おいちゃんが仮に私だとして呼びかけてるなら僕は答えないですけど、出ましたね、推しカメラ。ね、うん、自分出るのかな。で出ますよ。出ます、出ます、出ます、出ますけど、あの自分であの本当に何だろう、自分の推しカメラが自分であんま見れなかったです。いや見たくない。ちょっと、でも俺はちょっと恥ずかしかった。自分の見れる、正直。ああ見れるし、他のメンバーも見れるけど、一人だけ見れないのは吉田さん。俺見てて恥ずかしくないですもん。おい、なんでだよ。そう、なんでなんだろうな、なんでなんすかね、これね。これなんでなんだろうね、うん、俺がちょっとさ、この現象、なんか胸キュンっぽいことみたいな、うん、可愛い系のこととかさ、した時さ、絶対他のメンバー見れないっていう。恥ずいんだよ、恥ずいって。なんでなんだろうね。俺がダンスするの嫌いじゃん。
そのフリーダンスみたいな。シカジャンプのフリーダンスは、まあ、それとも本当に、いやでもそれは分かる。俺も見れない。でも自分で見れないんだ。なんか見れると思ってた。いや、なんかさ、もうライブってさ、もうこうじゃん。まあね。それをさ、改めて、へえ、見てみようかなーってベッドとかで見ててさ、なんで俺はって恥ずかしくなっちゃったの。一回見てみるかじゃあ俺今。内容戦一回置いてみますわ。なんでだよ。電波悪いよね。もうしょうがない。ちょっと諦めてくれ。俺も諦めてる。今日は。え？あ、まあ、まだ。うん。今テレテレパシーですね。はいはい。どうも、あ、うまいんだろ、それ。うんうんうん、あー、いったか。なんでその顔した。なんでその顔したわ。本当に本当に俺じゃなかったら失礼。いい意味のね、いい意味のね。この実況おもろいな。この実況おもろいわ。あ、これいつもこの場所よ。B メロ来ます。はいはいはい。あ、歌ってますか。うん、まあまあ歌はね、歌は別にいいよ。うん、あれやさみですね。歌ってる時はまあまあ大丈夫なんですよ。僕はそのデンだと思う。顔ちょっと嫌だった。サビ前のサビ前のね。じゃあ飛ばします。歌ってるからね。はい。あ、やばい、分かれてる。そう。まだ飛び切りは出てないけど。まあまあ飛び切りってあんのかな。どうなんだろうね。どんぐらいなんだろうね。みんな。俺の時と向き合うと結構やばいけど。びっくりしたよ。ジュータロ俺に向かって手こうやってたんだよね。なんか変な顔してたんだよ。変な顔してねえよお前。斜め後ろから見るよね。ってことは俺とのやつあれ。でいや、なるだろこれは。なるだろこれはなことねえだろ。まあまあまあって感じじゃない。まあまあ別に可愛らしいというかね、愛らしいというか、愛おしいというか、うん、まあ見にくいというか。おい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 、ズバン来たぜ。でもね、結構意外と良かった。まあまあたまにはねっていうね。コメント欄で見ますか。ああ、コメント欄で気になったコメントピックアップしてください。よっしゃ。いや、みんな褒めてるね。当たり前だろ。それで俺にちょっと見てるのきつかったですって何時間目だったら、俺もう二度と押しカメラあげないわ俺。表情管理マジで完璧すぎるって言ってました。嘘だろみたいな反応すんなよ。表情管理は次だ。ジュー君に嫉妬した。ああ、ここ、あ、ここに見合ってるから嫉妬されてる。本当にね、こっちの立場になってみ。毎回リハ的顔すら見ないから俺。そう。俺はね、ちゃんと。あ、見てた。ここの時もちゃんと見てんのよ。そう、向き合うよりが。そう、でも重太郎は、重太郎はバーってやってきて、なんかずっと目線も忘れて、なんかもう顎がもう俺そっぽ向いてる。目合うわけない角度してるから顎がさ。リハの時だね。ほんまに撮っとこうかなと思って撮っといてみたら、それでも見えなかった。いや、そうだから体勢つけてた方がいいって、ほんままでに。絶対に毎度お前うわーって顔するか、お前もうこうするか、どっちかやろって。仁太くん、もっともっと可愛くできるよね。何を俺に期待してんだろうね。もう限界です。はい、もう一回話して、もう一回話して。どこから、ちょっとちょっと果てないかな、ちょっとね。誰かブログ順で、そう言ってますよね。よかった。
と。どうしようって。え？あ、あるで。え、オアです。え、オア。順番バレたよ。ああ、順番バレちゃった。ええー、ってことはあなたが最後。で最後あのマネージャーさんのテレパシーの星カメラの土日で。なんで。あの有名な男のスタッフさんが。見てるやつでしょ。撮ってもらおうぜ金曜日に。ちゃんとやってくれる。ちゃんとやられたらやられたね。見れないんだけどね俺らは。実際ダンス上手いんでしょ。そう、大学時代ダンスやってた。ネットバレスタイルブログ順なんだ。はい。せめて拡散してあの街のほとんどにかけてください。ちょっと知らない人はね楽しみにしてほしい。うん。カウントダウン TV の十太郎さん、仁徳のこと突き飛ばしてたよね。俺のこと突き飛ばしてたっけ。覚えてもない。覚えてもない。デフォ突き飛ばしたか。デフォ流れですね、ほんとね。あ、めっちゃ顔近くしてきた、確か俺の時ね。そうだっけ。確かに突き飛ばしたかもしれない。いや、えげついことしてんね。自分が離れるとかじゃない。突き飛ばすっていう選択。マネージャーさんの見たい。大丈夫か。大丈夫か。その多分マネージメントの仕事から超えてると思うからダメですね多分。もちろん眼科ちょっと違うな。これ眼科のあの研修受けたんばる。ねえ、十太郎くん映ってくださいって。映んないって。おお、見始めちゃったよ、もう。Wi-Fi 飛んでる。うん、飛んでんだけどね。もう見れてる。見れてる。うん。あ、そう。これ、一曲目何？これすごい勇気だよね。横張り一曲目何って。え、知っちゃったら面白くないでしょ、だってすごい角度、なんか試されるコメントだよね、こちらの返しが。俺は結構セットリスト知りたい。これは見てから行く、ツアーだったら。え、うん、俺はツアーだった、さんのツアー最終見た時は見てから行った。へぇ、そういう楽しみ方もある。そうなんだ。まあ言わないですけどね。当たり前にあのご本人様からセットリスト公開はマジでやったことないんじゃない、誰も。私も見てから行く。あ、へぇ、そうなんだ。じゃあアンコールは言わんって。アンコールあるかどうか言っていいの。ね、ないかもしれない。ない。え、だったらないことを言わない方がいいんじゃないですか。今までのもの通例を崩してるわけだから。何時間くらいやるの。超オールナイトの予定ですね。朝日とともに終了。大地くんに怒られるよ。いやいや、大地くんに怒られるというか、まず俺が怒るよ。誰かが言ったら全然怒るでしょ、みんな。うん。ディフェンス？うん、何してんの？だって俊太が。いや、あの YJ ゲーミングっていうやつなんよ。だからあれなんですよ。俊太今度 YJ 呼んでるんです。ほんで来る？何しに来るの？MC 行くんだろ。ゲストね。ゲストね。まあ、シュンタは来てくれたんだけど、問題は残り2人よ。うん。あやつらが出るか。いや、
出んやろ。まあ出ないだろうな。うん。別にゲームもっと大事ですか。まあめっちゃ好きなわけないし。そうね、あの僕らそのもちろんね楽しいゲームを体験だったりとかするけど、そのただ自分たちがただやりたいだけのゲームをやりに来てるわけじゃないから、ね、別に今話題のとかをやってるわけですから、それをねみんなでできたらまあおもろい、おもろいけどね。シュンタミルクご飯食べた、なんそのおもんない質問、わざわざメンバーのインスタライブに来てご飯食べたって聞くやつ、いいだろ別に。ボロカス言う。ご飯食べたよ、食べたよ、食べました、ご飯。めっちゃ質問する、しゅんちゃんかわいい、おもんないとか言うな。あ、てかそうなのよ、運動会ね、チームリーダー発表になりましたね。これ違うやん、うん、敵だよ。そうなのよ、残念、申し訳ないよ、そのん、そのまあ、まあ、その万能型な俺が、ね、いないっていうのは逆きついと思うけど、うんうん、いや全然足首蹴っちゃうよ、普通に蹴っちゃう、大丈夫そう、じんちゃんの蹴りだったら2回は足りない。いや分かんない、俺ルーレット方式やから力、マジで急にワンチャントーキックの話、ワンチャントーキック足首くるぶしドーンみたいな、分かんないよ、インパクト強すぎる、インパクト強すぎてもう呼ばれも終わってるし粉砕かもしれない、普通に全治今年いっぱいとか飲んでない。いやでもあのあれもうチームメンバーも発表されてますよね、はい、あの西村レオ、古川剛、田中学います春もいます。そこいいやな、いや普通にあの勝負とかじゃない、あのあ遊べる西村レオ、いやもう西村レオいるだけで俺からじゃもうもう満杯だし、古川剛もいるからね、田中学もいいんだ、田中学もいるよ、しかも春でしょ、春もいるし、マサさんもいるし、マサさんか、うん、めちゃめちゃいいよ、うん、結構ね、なんかいい悪いかないやん、うん、でも明らかにあの偏ってるよねうちのチームこれ別に俺があれですからね、本当にあの運命のルーレットで引き、アロハのチーム、アロハのチーム、アロハも運動神経いいでしょ、アロハも運動神経いいよ、だからなんかあの差し入れとかでお腹壊そうかなっていうそっちで攻めてくる、ね、そっちであの始まる前を攻めるっていうスタンスでいこうかなって思ってます、頑張ります。スローガンは自分で考えた、はい自分で考えました、チーム名ももし自分がチームリーダーになったらなんて名前にしますかっていうので多分みんなアンケートを取っててなったのであれになりました、吉田君いい名前、映画でも撮ってるのよだから俺あれよ、待ってる時の椅子、うん、あのあれよ、あの広げて座るタイプのやつめっちゃいいやつ、うん、監督さんによって後ろになんとか組って書いてる、うん、書いてる人よね作るかあの椅子、後ろ組書いてあったらうざいな、うん、腹立つね吉田フィルムズでもいいよね腹立つ極めるためにちゃんとあの証明者で来たからの車でいいね、熱いよみんなで、課題がギリギリなので応援してください、お願いします、頑張れ、ねえマジ電波悪いから今日一日だけでいいからアーカイブして、うわそういう声はね答えなきゃいけないと思うの、アーカイブしないこんなたわいもない話してるだけのアーカイブは残さない、記念の時だけごめん
今週遠足頑張ります。先生側かな、頑張れ。遠足小学生がさ、頑張りますスタンスだったらめっちゃ面白い。今回も頑張りますおやつ、おやつ持ってきて頑張ります。やだな、今日の持ってきたお菓子ドラフトとか言って企画とかのすごいな。遠足もう YouTuber そういう時代だよ。もうフリスビーしようよ。なんかゲームなしに何かしたらもう即帰宅。カラオケとかあった？はあったと思うけど俺やってなかった。まあさすがにやれ。え、ちょっと待って、いや、まあ、あの芸能活動やってない時だよ。いや、そうです。恥ずかしかったな。そういうことで、うん、電波終わってるだって。フリスビー次の授業でやるわ。え、どんな授業？フリスビーを体育でやったこと一回もないんだけど、どんな授業？すごいね。時代は。しばらくその部屋、もうやめようかな。ヘアスタイルはわかりません。どうなるかわかんないですね。ってことで、あの、とりあえずあの21時から、あの、YJ ゲーミング、っていうゲームのチャンネルであのやるんで、ちょっとぜひ見に来ていただけたらと。であのフォールガイズ持ってる人はぜひあの参加してください。今日参加型でできるんでお願いします。半地下おる？うんうん、ものすごく上。ものすごく上、うん、景色が綺麗です。はい、ガクだ、ガク、ガク、ガクちゃん、今から体作っといてね、運動会用に。ちょっと出てくるかな、下半身だけ出てもらっていい？下半身、もうおかしいだよね、ダメ。いや、ちょっとチラッとかないから。いや、ちょっと鍵がついてる。あ、鍵ね。いや、あんまやめてけ、それ。何今の、あんまやめとけって何。いや、ハーフパンツで俺が目食ったならいいよ。ズボンオンハーフパンツみたいなやつで。あんまやめとけって何。ちょっと結構今意味わかんなくて、見栄え悪かったよ。見栄え悪かった。そんなもらうこともねえし。ということで、はい、YJ ゲーミング、あとリンク貼っとくんでぜひ見てください。はい、さよなら。